も幻想お願いします。今日はですね、こちらの画像が一瞬でこのようになる今話題沸騰中の画像編集アプリについてご紹介したいと思います。では早速いってみよう。はい、ということで今日はですね、ファッションから少し離れて今日は画像編集アプリについてご紹介していきたいと思います。で、今これ結構 Twitter や Instagram で人気急上昇中でして、中にはね知ってる方もいるんではないでしょうか。で、まあこのアプリのまあ注意事項などは、動画の最後にご紹介します。まあ注意事項が実はあるんですね。で、俺結構昔からまあウェアね、たくさんこのように上げてきてる中で画像編集っていうのすごく好きなんですよね。で、いろんな画像編集のアプリ結構使用してきたんですけど、今回のねご紹介するアプリエバーフィルターってアプリは本当にとにかくすごかった。いろんなアプリに比べてとにかく簡単だし、かつ斬新でめちゃめちゃ綺麗だった。なのでそれを今日はご紹介していきたいと思います。で、まあこういったアプリの紹介ってさ、なんか普通やりながらさ紹介するもんじゃないですか。けどなんか俺さっきもう2時間ぐらいずっと編集してみたので、その編集した画像をね一緒に見ていきましょう。いや、もうとにかくすごいこのアプリは。はい、でまずこの写真がですね、1回フィルターに通すだけでまあ大体3秒ぐらい待つんですよ。3秒ぐらい待ったら一瞬でこの加工になると。で、このエバーフィルターの特徴としては、空が写った写真などをこのように漫画チックに編集するっていうアプリで、これはねかなりすげえなと思います。本当にこれがこれよ。他にもこう、これ2年ぐらい前に iPhone で撮ったシンデレラ城の写真なんですけど、まあなんだろう、言っちゃえばさかなり画質も悪いし、なんかちょっと変な点々点も入ってるし、であんまりこう写真のクオリティとしては高くないんですよ。けどこのエバーフィルターを通すとこのようになります。すごくね、これはすごいよな。いや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 、ディズニー側が制作したような写真になりましたよね。ほんと一気にこれがこれですよ。なんかそのこれのいいところは、その後ろの星空が加わるだけじゃなくて、下のライトも画像のね、雰囲気に合わせて明るくしてくれるというか、編集してくれるところがすごくいいなと思います。現実ポイントはかなり高いです。これがこれ、いやすげえなと思うな。こんなところまで来ちゃったみたいな感じ。あとはまあ次にお見せする画像がかなりすごいなと僕は思っております。はい、こちらですね、新潟の苗場というところの写真なんですけども、これをなんとフィルターに 2,3 秒通すだけでこうなります。いやすげえな。いやマジでマジですごくないですか。だってこれだってさ、今この上の白いところあるじゃないですか。白いところ、これってもう雲なんですよ。マジですごいなと思います。で、鳥が飛んでたりとか、これ、ね、座って俺もフィルター通すとこんな感じ。フィルター通さないとこいつカッコつけた写真撮りたいんだろうなみたいなって感じだけど、これを通すと一気に本格的なね写真になりますよね。すごいっすよね。はい、でこちらは中国の上海に行った時の写真なんですけど、こちらの写真がなんとこんな感じになります。いやー、もう流れ星が流れてね、本当に雰囲気がすごく出たいい写真になっております。とかこちら、あのこれなんだっけな、宇宙ミュージアムみたいな、あの一昨年ぐらいか去年の撮った写真なんですけども、まあ、こちらの写真がこのようになります。だからもうこれが一種のね、宇宙ミュージアムのセットなんじゃないかと彷彿させるような写真で、何も言わずに宇宙ミュージアム行ってきたって言ってこの写真あげても何も違和感ないですよね。いざ行ってみればこんな感じみたいなね、いや全然違うじゃんみたいになるかもしれないけど、まあ、これ本当にエバーフィルターにしかできないですよね。これはマジですごいと思います。とかこのスズースのロー君が撮ってくれた写真なんですけども、この写真がなんとこのようになります。いや夕焼けがすげえなマジで。はい、ということで、でこの画像結構今話題を呼んでるんですけども、何もねすごい綺麗だねってだけで話題になってんじゃないですね。実はこのアプリ危ないよっていう意味でも実は話題を呼んでまして、というのもこのアプリを制作している はい、ということで、今この動画を編集中のゲンジでございます。はい、ちょっと洋服も変わりましたけども、で今僕エバーフィルターさんの公式ツイッターを、見たんですよ。そしたら、こういうつぶやきがありました。現在エバーフィルターサービスには著作権問題となるコンテンツは含まれておりませんが、皆様に多大なご迷惑をおかけしたお詫びと反省を表し、 Apple Store および Google Play でのエバーフィルターの配信一時停止を決定いたしました。エバーフィルター、いや配信停止するんかい。